少女歌劇デビュースターライトは武士ロードとネルケプランニングによるメディアミックス作品。通称スターライトミュージカルとアニメが相互にリンクし合い展開していく新感覚ライブエンターテインメントと銘打って2017年4月30日に発表された。本作はミュージカルが原作となりまたミュージカルの主要キャストがそのままアニメ版等での 声優を担当するという形式をとっており、漫画やアニメ、ゲームを原作とし、基本的にアニメ版等での担当声優以外の舞台系俳優によって演じられる2.5次元ミュージカルとは異なる。主要キャスト9名はプロジェクト開始時点で全員元々舞台、ミュージカル俳優としての経験が少なからずあった。一方で、うち数名はそれまで、 声優経験が一切なく、このことからミュージカルに軸足を置いて、キャスティングをしたことがわかる。メディアミックス展開としては、ミュージカルに先行する形で2017年6月より、ウェブ連載を開始、同年9月より、ミュージカルが公演され、2018年に、コミカライズ、同年7月より、テレビアニメが放送開始。同年10月より、スマートフォンの iOS、ロイド用、 ゲームアプリ、少女歌激レビュースターライト、リライブマイナスが配信開始。関連番組として、2017年8月11日より、インターネット番組、少女歌激レビュースターライトマサト音楽、学園放送局、2018年4月9日より、ラジオ、少女歌激ラジオスターライトが放送中。2018年3月31日には、 東京 MX にて特別番組、少女歌劇レビュースターライト素顔の舞台少女たちからが放送され、同番組は舞台少女歌劇レビュースターライトザライブショーマスト号 ON ゲーマーズ限定版コミックス第1巻付属 DVD に収録された。また、メインキャスト9名によるユニットスターライト99組として音楽活動を行っている。 ブシロードは長らく2.5次元ミュージカルを展開しているネルケプランニングとタッグを組み2016年にブシロード自社コンテンツカードファイトバンガードを舞台カードファイトバンガードバーチャルステージとして上演したそんな中ブシロード代表の北に孔明が2.5次元ミュージカル出演俳優の声とアニメ版出演声優の声の違いに 違和感を感じ、ネルケプランニング代表の松田誠に2.5次元ミュージカルの逆をやろう舞台役者と声優を完全一致させることで、これまでと全く違うものを作ろうと提案し、プロジェクトがスタートした。また演劇観覧が少ないとされる男性客を取り込む狙いもある。キャスティングは2016年に一般公募オーディーションの形で先行された。ただし、 少なくとも、準主役である、神楽光役の三森鈴子は北にからの、事前指名である。武士ロードグループの響きに所属し、舞台俳優と、声優両方の経歴を合わせ持つ三森を、プロジェクトの中心に立たせることで、観客を誘導するアイコンの役割を担わせている。また、三森は、メインキャストの中で最年長のため、座長の愛情、役小山を下えし、 メンバーを統率する役割も担っていた。国内有数の演劇学校、青少音楽学園。この学園では一学年に一つ演目が割り振られ、学校行事である青少祭にて3年間上演することでその演目を宣伝させていくという伝統があった。2017年度入学の99期生の演目は、擬曲、スターライト。そして2018年春。 早速二度目の青少祭に向けて準備を始めていた99期生に突如転校生が加わる。彼女の名はかぐ光。主人公、愛情、カレンの幼馴染みであり、12年ぶりにイギリスからの帰国を果たした彼女の登場は、カレン九99期生の心に少なからず波紋を起こす。そんな中、夜中に寮を抜け出した光を不思議に思ったカレンが後を追うと、 たどり着いたのは、聖書音楽学園。そこで見つけたのは、見覚えのないエレベーター。その行き先は、謎の地下劇場。そこでは選ばれた舞台少女たちが、おのおのの覚悟を胸に、レビューオーディションに参加し、壮絶な決闘を繰り広げていた。声は、アニメ版の声優、縁は、ミュージカル版の俳優。聖書音楽学園青卵総合芸術院、スタリラでは、 小春、りひさめが2020年12月9日よりゲーム内に登場。歌島農業高校、舞取女子高等学校その他 A 組、B 組の同級生がストーリーに直接関わらない形で登場する。また、後輩もいる。臨明館女学校フロンティア、芸術学校シークフェルト音楽学院ゲストキャラクター2017年4月に作品制作発表とともに、 ミュージカル版の詳細が発表され、同年9月より上演。メインキャスト9名は、テレビアニメ版と同じキャストが演じる。今作は1部では、ミュージカル、2部では、観客参加型のライブという構成となっている。2018年より、ミュージカル版を原作とする、ストーリー漫画及び4コマ漫画が、連載開始。舞台シングル。舞台版の所属レーベルは、ブシロードミュージック。 その他のシングルは、スターライト99組を参照。単独ライブの BD は、スターライト99組を参照。2018年7月から9月まで、TBS テレビ、アニメリコ枠他にて放送。全曲で、放送開始前週に、第0話、放送直前特番が放送された。テレビアニメ版においては、BGM にフィルムスコアリングを採用している。 テレビ放送での規制に合わせて演出のライトといった光量を調整しているが YouTube 公開版では舞台劇のような光量差を再現したオリジナルの無調整版となっている。また2018年8月中旬にはアニメっぱなし総和部の無料公開が YouTube 並びにギャオで行われた。劇中歌作詞は全曲中村かなたが担当再生三総周辺 当初2020年5月29日公開予定であったが新型コロナウイルスの感染拡大を受けて公開延期となった2020年7月13日の報道で正式な公開日が2020年8月7日に決定同様に主題歌 CD 再生三尾曲についても発売延期となり同年9月9日に発売上映開始後初回のミニシアターランキングで1位を 獲得している。2019年11月3日に横浜アリーナで行われたサードスターライブスターリーダイヤモンドの終演後特報として完全新作劇場版の制作が発表された。公開日は2021年5月21日を予定していたが新型コロナウイルス感染拡大の影響及びそれに トモナヨーくの対象劇場が休館している関係で2021年6月4日に延期された。前売り券は2020年12月18日より発売された。フィルマークスの6月第1週公開映画の初日満足度ランキング及び2021年上半期映画満足度ランキング映画満足度ランキングレビュー数が500から9999 99件の 作品でいずれも1位を獲得している。劇中歌作詞は全曲中村かなたが担当。少女歌劇レビュースターライトリライブマイナスはブシロードのスマートフォン向けアプリケーションゲーム。略称はスタリラ。ジャンルはレビューアドベンチャー RPG。本作は A チーム、ブシロード TBS の共同開発プロジェクトである。A チームが開発。 制作、パブリッシングを担当し、ブシロードと TBS が監修、制作、ライセンス提供を行う。アンドロイド版は2018年10月21日、iOS 版は同年10月28日に配信開始、ライブ 2D に対応している。ミュージカルアニメで描かれている青少音楽学園の面々のほか、林明館女学校、シークフェルト音楽学院、 フロンティア芸術学校の3つの学校が新規に登場し、4校でのオーディションが描かれる。舞台に似て初登場した青卵総合芸術院も2020年12月9日に実装されることが決定した。キャラクターの詳細は登場人物を参照。第1章はゲームリリース開始時より配信。t v アニメ版監督の古川智宏氏が監修。 シリーズ構成の樋口達人氏が脚本を担当。他作、他社でコラボレーションされた作品、テンポは、株三章。スタリラライブからエルの気ままなオーディション2019年2月4日より、YouTube ライブで配信された生放送番組。MC はエル役の桜香る。生放送の裏側を撮影した、エルの気ままな舞台裏ウォッチングも公開されている。お家で、 スタリラ祭にて特別編で復活した。スタリライブ配信中。2020年6月20日より、YouTube ライブで配信されている生放送番組。MC は、天童マヤ役の富田真穂と、梅雨崎真昼役の岩田春樹。2020年12月5日の特別編では、ゲストに、舞台出演者の七木騒音、高橋香林、小林ゆ香、椎名ヘキルが招かれて配信された。 少女寸劇オールスターライトのタイトルで2019年7月5日から12月27日までゲームアプリ内で3週間の限定で配信されていたその後1週間遅れで YouTube スターライトチャンネルにて2週間の限定で公開されていたスタッフ主題価格はリスト2017年8月11日よりフレッシュボリューム1以降 YouTube にて放送中の インターネット番組。愛情、カレン役の小山桃代は第1回より固定での出演。その他スターライト99組のメンバーが、買い替わりで出演する。本放送後は、ミニ番組のアフタートークが配信される。2018年4月9日より、ラジオ大阪にて毎週月曜日0時30分に、放送中のラジオ番組、響きラジオステーションでも配信中。パーソナリティは、 愛情、可憐役の小山桃代と、星見純奈役の佐藤ひなた。少女歌劇レビュースターライト、リライブマイナスの、ラジオ番組。2019年1月28日より、響きラジオステーションで毎週月曜日更新で、配信中。パーソナリティは、雪城翔役の野本ほたると、鶴姫八代よ役の工藤遥。香。 2018年8月17日より YouTube ライブで配信が開始された期間限定番組。アニメの放送開始前に出演者がトークを行う。MC は天童マヤ役の富田真穂と西条黒ディーヌ役の相イ愛奈。二千2020年5月10日のおうちでスタリラ祭にて特別編で復活し復刻マヤクロミッドナイトレビューとしてゲストに三森鈴子。 岩田春樹、伊藤彩やを招いて配信された。2019年4月6日より、東京 MX で放送中の番組。MC は、愛情、カレン役の小山桃代と、西条クロディーヌ役のアイバーイナ。開始当初は、月刊節ロード TV with スターライトバンドリ。このタイトルで放送されていたが、2020年1月12日より、現在のタイトルに変更された。 詳細は月刊ブシロード TV 参照。特記事項がない限り原作はブシロード、ネルケプランニング、キネマシトラスが担当。スターライト99組はメディアミックス作品、少女歌劇レビュースターライトのメインキャスト9人によるユニット。所属レーベルはポニーキャニオン、ブシロードミュージック。2017年にファーストシングル、プロローグ、スターディバインマイナスでデビュー。 メンバーは、愛情、カレン、カグラヒカリ、天童、マヤ、星見純が、つゆさきまひる、大バナナ、西条クロディーヌ、イスルギフタバ、花柳京子。シングル舞台シングルは CD を参照。アルバム単独ライブ中や二部制での公演を行っている。ライブ BD 舞台版ブルーレイは BD を参照。合同ライブ等コラボレーションされた作品、テンポを記す。 アプリゲームがコラボレーションした作品は上部参照。ありがとうございます。